放送できてんのか、これ。見えてますか？はい、どうも、こんばんは。放送見えてたら教えてください。今日はですね、2019年の、8月の21日、0時3分です。よろしくお願いします。 OK ですか？ありがとうございます。猫まちゃんのね、グラビアをね、アップロードしたんでね、大変お待たせして申し訳ございません。お待たせしました。もしね、楽しみ、なんかね、猫間の水着写真、グラビアあげるよっていうふうに話してたらね、ツイッターね、フォロワーさんすごい増えたんで、めちゃめちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。作品の方、ツイッターにあげてあって、下の方にね、リンク貼ってあるんで、もしよかったら読んでみてください。ありがとうございます。まったりやっていきましょう。リンク見えてるよね。大丈夫だよね。問題ナッシングだよね。水着にね、靴下、そうそう、ストッキングだね、履いてるね。なんかね、そういう文化があるらしいよ。ストッキングを履くっていう文化が。そう、プレデターラットって、牛島いい肉さんのブランドだね。もしよかったらいいねボタン押してくれると嬉しいです。みんないいねボタン押してね。虫みたい。 虫みたいだった。 虫みたいですねとか言ってて、他のショットあるよ。あるけど、作品として発売するのはあれかな。他のショットもいっぱい撮ったよ。ただ、時間かかるんで、2日かかってるんで、まだもし他のショットあげるとしても、まあ時間を置いてからかな。俺のベイブだった。はい、ワードツー。猫は在日韓国人ではないでしょ。韓国の血が入ってる日本人でしょ。在日じゃないでしょ。全身が見えない、どんな水着か分からなくて。それはね、前にあげたね、由比ガ浜の前にあげた水着で、ありますね。全身というか、着替えてるところのショットで。お母さんじゃないね。お父さん方がそうらしいね。
夜じゃないよ、あれ夕方だよ。俺は日本人だと思うよ。母方が沖縄で、父方が、日本だから。だから琉球王国は日本じゃなかったっていう歴史をたどって、それで在日だっていうなら在日だけど。俺もそう思う、6号さん。例のやつかって これが噂のやつかって。いや、あれね、写真ね、崩れちゃってるんだよね、データが。今度ね、新しい機材を導入して撮り直さないとなっていう、もっともっと腕を上げないとと思って。出来栄えとしてはまあ70点ぐらいかな。出来栄えとしては70点ぐらいだね。ハーフではないよ。なんかその韓国の血が入ってるっていうふうに聞いた。ハーフではない。映画早く作りたいね。資金が全然たまらないんだ。早く作りたい。海が2人の髪色なのはあえてですか？まあまあまあ、その髪色っていうわけじゃなくて、好きな色だから、俺らが、まあ、あえてっていうわけでもなくけど、なんかおじいちゃんの血筋がそうらしいよね。写真は加工しすぎ。まあ加工しなかったら写真じゃないからな スナップ写真になっちゃうかな。一応アート系の写真やってるんで。なんで片側だけ腕まくってるの？あ、これね、そういうウェアなんだよね。ちょ、着替えようかな。これ寒いんだよね。ちょ、着替えてくる。クォーターっていうか、在日ではないでしょ。猫ま、気難しいよ。加工しまくったら意味なくない？それはね、写真の種類によるかな。まあ、まず みんなが日常的に見てる写真っていうのは、まず加工がされてるんだけど、あと、まあ、その辺の話をお酒作ってからやろうか。ちょっと待ってて。
ああ、お待たせお待たせ。何の話だっけ？修正をかますかかまさないかっていう話か、写真って。なんか料理で例えると、仕入れみたいなのが撮影で、で調理をするみたいな、さばいたり味付けしたり炒めたり焼いたり煮たりっていう工程がレタッチっていう感じかな。で、なんて言うんだろう、それで一つの料理が完成するみたいな感じだね。はい、こんばんは。そんな感じですね。こんばんは、さっちゃん、いらっしゃい。昨日ぶりです。いらっしゃい。ああ、ありがとう、シュウさん。俺のグラビアの方がいい。ワゾンさんの写真トークしたい。写真トークしようよ。今ね、ちょうど新しい写真アップロードしたんで、なんかこう、いいね押したり、リツイートしてくれたりすると嬉しいですね。よろしくお願いします。あと、まあ、写真について語っていけたらなと思いますね。猫まちゃん表情良かった。写真いいね押して。ありがとう。体のラインもっと出さない。いろんなショット撮ったんだけど、あれが一番表情良かったかなと思って。俺が気に入ったのはあのショットだったね。お母さんの反応、いや、特になんか、あ、こんなの撮ってんだっていう感じだったね。女性の裸体撮らないんですか？ヌードとかも撮りますよ、全然。女性のヌードも、男性のヌードも。依頼があれば撮りますよ。そういう風に撮ってほしいとか、そういう作品を作りたいっていう、モデルさんとのね、それはみんなで作る作品だから。こんばんは。あ、猫マのこと愛してますよ、猫ママは。そりゃそうでしょう、娘だもん。愛してるに決まってるでしょ。そりゃそうだよ。ありがとう、写真。ちょっと時間かかっちゃいました。リツイートしてくれたの？ありがとう、M さん。こんばんは。また M さんも一緒に写真、フォトセッションやりましょそうだね。やっぱり、なんか男同士よりも女の子同士の方が可愛いっていう感じがするね。俺は。そういうものの方がグッときますね。良くないですか？そういうのの方が。なんか男同士がキスしてるより女の子同士がキスしてる方が綺麗じゃない。写真かっこいい、ありがとう。いや、すげえ嬉しいな。ありがとう。なんかこう、自分が求めてる世界観とか表現できていったらいいなと思ってますね。ちょっとね、まだね、雲の描写がうまくできてないから、雲の描写とかをもっと仕上げていきたいなと思ってますね。あ、このロゴはね、リスナーさん書いてくれたんですよ。あのロゴマークはリスナーさんに書いてもらって、で、いつか使うねって言ってて、猫マンもこれいい案だと思うって言ってくれたね。俺のロゴマークはリスナーさん書いてくれた。風船に浮いてるやつでしょ。あれいいでしょ。あれはね、雑談中にね、もう風船に乗ってふわふわ飛んでいきたいっていうトークをしてたら、その日にね、書いてくれた。こういうことですかって。水牛本毛ですよ。八方さん、ちょっとしつこいっすね。クォーター、朝鮮人かどうか知らないんで、僕。それは猫間に聞いてください。めんどくさいっすね。
ワオさんの写真はどうやったら見えますか？下にね、リンク貼ってあってツイートしてあるんで、僕のツイッターフォローしてくれたら僕の写真見れますよ。和道の自由さを表現してる。あ、いや、まあ、なんだろう。雲の綺麗さと風景の綺麗さと、なんか、被写体、プラス被写体っていう感じで僕は考えてますね。骸骨はね、本物じゃない。これは。本物じゃないです。本物だったら大変ですね。朝比奈ちゃんのアップしないかな。朝比奈ちゃんと話し合ったんだけど、あんまりしっくりきてないって言ってたから、うん、1枚だけですね今回。もしかしたらね、猫間のツイッターの方で、あの猫間が写真アップロードするかもしれない。八号さんしつこいんでブロックですね、はい、あ、延長するんでアイテムお願いします。僕の写真はツイッターがメインで、あとまあインスタグラムとかにも上げてくんで、インスタやってる人はフォローしていただければ。不愉快なコメントして気持ちよくなる人ってよくわかんない。何なんだろうね、めんどくさいよね。需要あるの？いや、見たい人は見るんじゃないかな。見たくない人は見ないんじゃないかな。今日は3人の雑談ないのですか？ちゃんとね、猫間とお母さんはね、あの裏でダイニングで喋ってるね。今日はピン雑でやろうかなと思ってますね。一人で晩酌してます。撮影時間ね、2時間ぐらいね、本当はかけたいんだけど、カメラのセッティング等々入れると30分しかなかったから、あれが限界だね。こんばんは。ヘビ出てこないね。1枚しか絵になるものがなかったってことをもっと現像してほしい。1枚のこの写真に対して2日ぐらいかけてんのね。で、2日間の間に収入が止まっちゃうから、やっぱりその稼ぎながらやらないといけないから申し訳ない。ピックアップした1枚でやりましたね。あんまりそのスナップ写真好きじゃないんで、僕自身は作品としては出したくないんで、自分の表現にちゃんと作ったものを出していきたいというこだわりがあるんで。はい、こんばんは。知らない。お母さんと配信するかどうか、猫間さんに DM して問い合わせてください。キャメラですよ。キャメラ。絵になるものがっていう、時間がかかるんだよね。みんなが思ってるよりも写真ってただ撮るだけの作業じゃないから。で、ただ撮ったものは、俺はスナップはあんまり好きじゃないんだよ。だから、まあゆっくりだけどいいものを作っていきたいっていう、自分が納得するものを作っていきたいというタイプだから、そこはご了承ください。加工ソフトはフォトショップですね。お母さんまだ起きてるよ。もうそろそろ寝るんじゃないかな、時間的に。わかんない。まあ、猫間ちゃんとお話してるよ。加工ソフトね、ライトルーム使ってたんだけど、そろそろ限界来たなと思って、フォトショップに移行しようかなと思ってるかな。表現の幅がやっぱフォトショップの方が大きいから、ライトルームはなんか管理ソフトに使うかもしんないね、写真の。フォトショップの方がいいね。月額、今いくらだ ?1280 円だっけ、ぼったくりではないと思うよ。だって昔、フォトショップって単体で3万ぐらいしてたから、あ、いいよ、全然いいよ、俺猫間寝るときに寝るから一緒に、今日夕飯3人食べてない。佐藤さんとエミリちゃんと猫間と俺で4人で定食屋さんのご飯食べたね。あれ、お風呂入らないの？入る入る。
写真加工、いや今でもフォトショップが現役っすよ。フォトショップが一番いい、写真加工ソフトだね。こんばんは。写真綺麗に撮れてる、ありがとう。もしよかったらいいねとリツイートお願いします。ありがとうございます。ありがとう。 Mac じゃないですね、 Windows ですね僕は、僕自身は撮ってないですね、今は。セルフポートレートは、まあ、過去に上げた作品以外は上がってないですね。今回水着の時は撮ってないですね。写真も発売してるんで、ぜひ購入していただける方はご連絡ください。写真撮ったらツイッターにあげるからね。ツイッターフォローしてる ?065 さん、もしよかったらフォローしといて。だいぶ色でも落ちてきたな。おっぱいはね、カップ数じゃないよ。おっぱいはフォルムですよ。おっぱいはね、大きければいいってもんじゃなくて、僕は似合ってるおっぱい、その、なんだろう、おっぱいってさ、似合ってるようにできてない。神様ってすげえうまく作ってるなって思うんだけど、その人にふさわしいおっぱいになると思ってるんで。性格悪い人大体ね、性格悪いおっぱいしてますからね。でね、性格いい人は大体綺麗なおっぱいしてますから。ピンク色の髪の毛好き、水着撮影したのは今回が初めてかな、俺初めての経験ですね。猫マーちゃんみたいに写真写り良くなりますか？それは猫マに聞いた方がいいんじゃないの？猫マの自撮りの写真のうまさは猫マに聞かないと分かんないかな。猫マに質問してみたよ、今度放送やってる時に。水着あんま映ってないね。アイワードツー。水着姿キモいから消せ。いや、見たくなきゃ見なきゃいいのに、なんで見るんすか。消さないっすよ。なんで怒ってんの。
元カノさんも胸がプリンプリンって言ってたのを覚えた。のんちゃんおっぱい大きかったですね、意外と。そうですね、おっぱい語りかけてくる感じです。はい、その通りです。髪色ありがとうございます。朝比奈ちゃんスタイル良かったですね。ダイナマイトボディって感じじゃないけどスレンダーな感じだね。スレンダーですね。俺はおっぱいよりもお尻とかなんかこうが好きですね。太ももとかが好きかな。あまりおっぱいにフェチズムないっすね。あー、ドラゴンさん風船ありがとうなんかおっぱい好きな人の気持ちあんま分かんないかな。お尻とかが好きですね僕は。初見さんいらっしゃい。くるりさんよろしく。ワードです、こんばんは。ハートマーク付きだ、ありがとう。いいねボタンありがとうね。写真のの夜中の配信良かった、何の監督さん、映画ですね。映画とか写真とかやってますね、よろしくお願いします。インディーで映画を撮ろうと思ってるんですけど資金が集まらなくて、今写真で稼いで映画資金を作ろうと思ってますよ。足綺麗だったね。酒取ってくるね。だよ。あ、まだ撮ってないですよ。撮るために頑張ってるんです、まあ制作段階ですね。プロジェクト立ち上げてて、ヌードを撮りたい。猫マもヌードやりたいって言ってるし、俺も撮りたいね。猫マの1枚目の写真、猫マの良さが、あ、スナップで撮ったやつでしょ。俺もあの表情気に入ってるね。着替えてる時の写真でしょ。ありがとう、素朴な感じでいいよね。まあでもあれはスナップって感じかな。作品とは呼べないよね。あれを作品って言ったらちょっと恥ずかしい感じかな。結構出回ってるよね。
ああ、小室直樹先生の宗教言論っすか。面白いですよね。小室直樹先生の本いっぱい読みたいですね。うん。なんか目から鱗が出るような宗教の話がたくさん書いてあって、面白かったですね。仏教が好きで、仏教の解説についての小室先生の見解っていうのが面白かったですね。3日に1回ぐらい喧嘩してるね。顔色悪い。顔色悪いかな。から鱗が落ちる。ああ、目から鱗が落ちるだね。ありがとう。今日は喧嘩はしてないね。これベイプだね。これはベイプ。で、こま枠やらないんじゃないかな。もう寝るって言ってたから、やらないと思うよ。やるのかな、どうなんだろう。あ、いや、お母さんも料理作るし、俺も料理作るしっていう、全然そこは作りたい人が作るみたいな。アプペって何？アプペ？何アプペって？あ、アスペ？アスペルガー症候群。じゃあじゃあお母さんが私アスペルガー症候群だと思うっていう話をしてて、それについて30分ぐらい語ってて、で、それについて枠やろうよって言って、それああいうタイトルになったの。ニコチン混ぜてはいないですね。キャップつけてますね。なんだっけ、ここのニコチンの、なんつうんだっけ、これ、プルームテック。普段僕っていうね。僕は中卒ですよ。僕は中卒ですね。全然行ってないですよ。超低学歴です。 ニコ生の時代にみんなチンコ出してるんでしょ。猫マも食費3万入れるの。まあ自分で食べる分自分で買うんじゃないかな、猫マは。それは分からん。知らん。俺中卒だよ。全然学歴底辺だよ。最底辺ですよ。義務教育しか出てない。ここ中退じゃないね。親に反対されなかったですか？別にされなかったっすね。中学から高校に行くときに、高校行く気ないっていうのは明確に伝えてて。今日は寝てたね。家賃は全部でいくらか公表してるの？してます。全部でいくらかとはしてないかな。ワドと猫魔おかんの宗教知識ひけらかし動画面白かった。あ、ありがとうございます。ワドちゃんとお母さんは入れて、猫もちゃんは入れないんだ。いや、猫も入れるんじゃないの？わかんない。
別にお金なんかある人が払えばよくない？なんかある人が出せばいいし、なんかお金で揉めるほどくだらないものないと思うんだけど、そう思わない？ある人が出せばいいんだ。いや、高校は、入学して夏まで行ったのかな。で、夏からは行かなくなってたね。信仰してる宗教はないですね。特にない、無宗教ですね、僕は。いや、だから猫ママはエホバに入ろうと思ったんだけど、息子とか娘がいるから輸血ができないっていうことはちょっとダメだなと思ってエホバに入らなかったっていう話だね。何が理由でいかなくなったの？やっぱり思った通りつまんねえなっていう感じだった。その当時はね。今考えると卒業して大学行きたかったなって今思えば大学行けばよかったなと思うけど、その当時はつまらなかったんだよね。働きたかったんだよね、とにかく。とにかく働きたかった、学歴の必要性を感じる瞬間は今のところはないかな。ただ日本社会においては学歴ってある意味ステータス、ある意味というか完全にステータスだから、まあ学歴が高ければ高いほど有利だよなっていうのは思うかな。まあでも俺に限って言ったらあんまり学歴を必要としてるライフスタイルを送ってないんで、だからまあ特に学歴は必要とは感じないですかね。まああったらあったでプラスだろうなっていう、それくらいかな。サラリーマンねやるわけでもないし、特になんか感じないですかね。勉強は数学が得意でしたね。数学が一番得意だったかな。学歴がある生主、尊敬してる生主で尊敬してる人とか特にいません。特にいないっすね。ネルさんどこだっけ？青学だっけ？写真は1枚だけですね。はい。学歴はステータスという反面、強みではある、強みではあるといった部分についてもう少し分かりやすく。ステータスという反面？強みでは、ごめんなさい、日本語がちょっとごめんなさい、わかんないですね。学歴はステータスという反面、強みではある。ごめんなさい、ちょっとわかんないです、くるりさん。何をおっしゃってるのか。生の縛りじゃなかったら尊敬する人は誰ですか？誰だろうな、尊敬する人間。友人とかかな。今友達の人とかかな。東京芸大卒業してれば中卒より映画作るためのスポンサー早く見つけられたんじゃない？あ、まあそうだろうね。いや、そう思うよ。いや、数より質かなと思ってるかな。ネルさん慶応か。すごいね。頭いいんだね、あの人ね。慶応ってすごいな。
頭いいんだね。猫まは、ね、猫ま風呂入んじゃないの。携帯持ったまま寝てるね。携帯画面にこうやってやって寝てる。寝たね。疲れてたんじゃないかな。寝てるね。いやいや全然賢くないですよ僕は。僕は成田ですね。千葉県成田市。今日も悟りについて聞かせてくださいよ。あ、全然質問があれば何でも答えますよ。悟りについて語りますよ。なんか聞きたいことがあればなんか振ってもらえれば。アドさんの今のライフスタイルでも学歴って大事でしたね。そうかな、うん、学歴が大事っていうよりも普通に勉強したかったかな。大体この時間に寝てるんだけど、なんかちょっとね、あの昨日朝まで飲んでて昼夜逆転しちゃったね。なんか単純に学歴が欲しかったんじゃなくて勉強したかったね、うん、そうだね、うん、お母さんお休みになってるね。ところてんあんま食べないな。美味しいんだ。よかった。美味しい、うん、部屋汚いね、うん、先ほど学歴は日本社会においてステータスに過ぎない。いやそんなこと言ってないですよ。ステータスだと思いますよって。ステータスに過ぎないとは言ってないですよ。ある意味強みだと言われた。改めて、いや日本社会においてやっぱり学歴社会で、まあ先ほどコメント書いた方もいると思うんですけど、まあ東京芸大でしたら映画を作る資金繰りとかもうまくいっただろうし、仕事の取り方も変わっただろうし、まあね、エフラン大学出てるか中卒か、東大卒業してるのかっていうのは、就職の先もね、年齢も、あ、年齢じゃない、就職先も収入も変わるだろうしさ、うん、日本は学歴社会だと思うよっていう、うん、ポン酢とかでさっぱり夏いい。あ、そうなんだ、自分ではハーバード出てるつもりの中卒で介護してる。どういうこと？専攻したい学問なんですか？宗教ですかね？やっぱ仏教ですかね？うん、アートマンってありますか？あー、うーん、僕の考えでいいんですか？アートマンはあるのか、ないんじゃないですか。やっぱりある人、あると思ってる人はいるっていうのはわかるんですけど、僕はやっぱアートマンは存在しないっていう風に考えるかな。アートマンが存在しないっていうよりも、アートマンが存在しない状態になりたいっていうか、アートマンが存在しない状態はやっぱりどんな世界が見えるんだろうと思いますね。監督業？監督業で収入1円もないよ、ウンゲリさん。どうも。うん、だからまあ、自我がなくなったらやっぱ世界は
変わるだろうね。いいね、ありがとう。アングルマンありがとう。フラッシュ焚いてないですね、あの写真は。ああ、夢でも見てるのかか。すごいいい質問ですね。まさに、胡蝶の夢とか、素晴らしいよね。学歴どうでもいいかな。なんか学校行ってる人羨ましいけどな。正直。学歴どうでもいいんだ。いい大学とかで学んでる人とか。やっぱすごい羨ましい。おお、シュファンお疲れ。文学部の哲学科の勉強って文系トップクラスに難しいって、難しい上に報われない分野だけど、和道にはあってそう。哲学とかも興味ありますね。でもやっぱ宗教が一番興味あるのかな。髪の毛染めるの大変ですか？いや、全然。2時間ぐらいほったらかしてるだけだから、塗って。全然大変じゃないよ。僕バカですよ。僕めちゃめちゃバカですよ。韓国はどう思う？別にどうも思わないですね。いいじゃん。好きな色にするだけだよ。ああ、ドラクエ6、確かに。ドラクエ6っぽいね。確かに。日本の宗教の概念である、なんて読むんだろう。何体、ごめんなさい。僕、学がなくて、それが読めないですね。なんて読むんだろう、これ。欧米とは絶対というかね。日本の宗教概念である。日本の宗教概念である、なんすか。もったい？日本の宗教概念がもったいだっていうのはどういうことなんですか？何を根拠にそれをおっしゃってるんですかね？市原監督やるのって結構大変そうですね。 大変ですよ。元の写真見てみたいです。編集前の写真アップしてもらえないですか？編集前のはさすがにね、アップしないですね。全然面白くない写真なんで。もしよかったら、凸かけます？くるりさん。なんか、コメントだと長文になっちゃうと思うんで、LINE でよかったら、僕、電話かけてきてもらってもいいですよ。宗教についてお話したかったら、もしよかったら、くるりさん。なんか、すごい宗教に詳しそうなんで、お話しませんか。僕の LINE は、プロフィールページに書いてあるので、もしよかったら、放送中でよかったら、凸かけてきていただければお話しませんか。小学生から言うと、漢字苦手なんだよね。漢字苦手なんだよね。討論っていうわけじゃなくて、なんか何をお話、日本の宗教概念であるもったいが全然わかんないから。そう、もったいの説明とかを聞いてみたいな。もったいって何なんだろう。ね、クルイさんとちょっとお話ししてみたいね。日焼けした。 だいぶ焼けたね。だいぶ焼けて、ほら。写真そのものよりも編集の腕が立つ。 どうなんだろうね。漢字苦手って日本で住めない。苦手なんだよね。何を目指してる？ニルバーナ。 神様に会ってみたいな。海で撮ったね。由比ガ浜っていう海で撮りましたね。僕はバカですよ。
みんな知ってて見てるよ。僕は頭良くないよ。くるりさんの米がマウント取ろうとしてるように感じたから討論かと思った。ああ、全然ね、普通に電話かけてきていただいて、全然、いいんですけどね。なんか文字打ってて、声聞いて、なんかスパスパッと話、サクサクッと、どんな感じなのか聞いてみたいですけど。洋楽のね、ニルバーナね。ライティングはまだしないですね。部屋片してからだね。ちょっとトイレ行ってくんね。キリスト？どういうこと？宗教について語ろうよ。
とてもワドさんに興味あります。ありがとうございます。麻婆豆腐ひき肉先に食べたらどうしたらいいのかな。麻婆豆腐ひき肉先、精神世界とか宗教とか10代後半によくあるサブカル好きが未だに引きずってるパターンなの、それとも本当のマニア。どうなんだろう。神様に会いたいっすね。もう少しで会えそうな気がするんで、神様に会いたいなって思いますね。ラーメン配信最近やってないね。アングラの世界観、めちゃめちゃアンダーグラウンドな感じだと、なんかまあ最近は階層の話とかをよくしていて、もう少しなんか第5層と第6層の間にものすごいこう壁があって、そこを突破できないっていうか、そこが興味がありますね。もしかしたら帰ってこれないかもしれないんだけど、向こう側に行ってみて、こう世界がどうなってるのかっていうのは知りたいかな。階層っていうのは、まあその俺らは第3層とか第4層とか第5層とかにいて、まあ普通と呼ばれてる人は第4層にいて、で、まあ、第3層にいる人もいて、でこの前その第5層に入ることができて、6層にまで行けなかったんだよね。でその6層7層目に行けるっていうのがちょっと関心がある。帰ってこれないの怖いね。神様とお釈迦様は概念的には別ですね。限界突破っすね。どうやっていくの。いや、どうやってでもいけると思ってますね。気になる。だからみんながそのアカシックレコードとか悟りとか全てを知るとか世界の構造やなんかそういった部分には真理の扉とかそういった部分にはなんかこうアクセスできたような感覚があったんだけど、もっと先にやっぱりその文献とか読んでると神、まあ神が一番起きた、神様って呼ばれてる絶対的なものがあるっていう風にやっぱり聞いていて、でもう少しでそこにたどり着けるんじゃないかなっていう、コラボとつまちやります。コラボとつまちやってもいいですけど、コラボとつっていうかまあとつで伝突でいいのかなって思うけど、証明することっていうのは不可能ですよね。体験を共有することみたいなことしかできないんじゃないかな。ランさんいらっしゃい。ワドちゃん、人が亡くなるとき、それまでの苦しみや、痛みや苦しさがなくなり、光に包まれて幸福に満たされると。でも、その激痛や息苦しさを経験しないと死ねない。だから、末期がんだから怖くなる。怖くないよ。痛みとか苦しみみたいなものって、まだ大丈夫で、まだ生きたいっていうことなのね。でまだ生きたいよって、体とか心とか潜在意識って呼ばれてるものが生きようとして、でも死に強制的に誘われていて、それでその狭間でその何て言うのかな、痛みを伴ってるんだけど、
最終的にはその痛みが快楽に変わっていくっていう感じかな。だからそんなに死を怖く考えなくていいかもしれない。ものすごく優しいものだから。どうなんだろうね。その辺はあんまりわかんないかな。あんまり関心がないというか。ランさん、死ぬことが怖いって考えなくてよくて、ランさんが今、やりたいことやしたいこととかを一生懸命やって、一生懸命楽しんで、で、向こう側に行くときに必ず答えが出てね、言語化するのがちょっと難しいんだけど、すべてつながってるから、で、死ぬことっていうのは、ネガティブなことではないから、大丈夫だよ、ランさん。だからいっぱい思い出残そう、ここで。いっぱい思い出残して。そしたらランさんのことを覚えてる人はいっぱいいるから。体験で語ってますね。文献で語ってる時は文献で語ってるし。悟った人が死に無関心かどうかは分かんないですね。僕は死に対して関心はものすごくありますね。生きること死ぬことに関してすごく関心があります、僕は。ランさんね、俺らはつながってるからね。大丈夫。大丈夫だよ。いっぱい楽しもう。こっち側にいる間。いっぱい楽しもう。で、もし、苦しさが紛れるんだったら、ここでいっぱいいろんなこと書いたり、相談したりしてくれていいよ。第5層まで到達するのにはどれくらいきつかったですか？ああ、いやいやいや、それがだから第5層に初めて入った時は、そうですね。全部分かったって思っていて、まあ実際全部分かったんですよね。実際全部を分かったんですけど、もっと深いものがあるっていうことを知って最近。あったっていうよりも、なんか選ばれてるか選ばれてないかなんじゃないかなっていうふうに思いますね。こういう話ってさ、なかなか掘り起こして話す相手がいないから、とてもとても聞いていて良いです。ありがとう。口なら何でも言えますよね。まあそうだね。何でも言えるね。でも大事なことって向こうに持ってけないから、責任って何ですかね。僕は自分が思ってることしか言えないよ。自分でも信じられないんですが、私幼児洗礼のカトリックです。バチカンにこの変態の名前が登録されております。いいんじゃないの。大事なのはステファンがキリストに対する信仰を持っているか持ってないかが重要なのであって、別にカトリックとかどうこうとかバチカンがどうこうね、バチカンに名前が登録されてて、どうなんだろうね。ステファン自身は自分がクリスチャンだっていう認識はあるの？俺は別にクリスチャンいい選択だと思うけどな。悪くない選択だと思うけど、死ぬことはネガティブなことではないという思想の部分お話伺いたい。はい、どうぞ。さっきから聞いてると上っ面のニュアンスのみのお話しかされてませんが。ああ、なるほど。何を聞きたいんですか？死ぬことはネガティブなことではなくないっていうことの、もう本当に言葉通りですね。僕は死は救いだと思っているっていう。実際信じるか。だからくるりさん、さっきも言ったけど、電話で話した方が早いんじゃないの。何でも話しますよ、僕。
はどうのことをしてることだと思う。まあそうだろうね。別になんか誰かに信じてもらいたいとかじゃなくて、なんだろう、信じるか信じないかっていうのはその人次第だからね。なんか俺は思ったこととか感じたこととか体験をシェアすることしかできないから。ありがとう和道ちゃん。割と私前向きでおちゃらけた人間なんだけど、痛みが強いとき不安になって葉っぱつけ忘れた。あ、いいじゃん、葉っぱつけ忘れてもいいじゃん。なんだろうな、痛みが強いとき不安になるっていうのはやっぱ生きたいって思ってるわけでしょ、ランさんが。で今生きてるわけじゃん、だからそれを全力で楽しめばいいんじゃないかな、今生きてるっていうことを。もちろん俺もここにいるみんな、200人のみんな全員も何かしらで苦しんでいるんですよ。人に認められたいとか、収入を上げたいとか、なんかそれぞれにそれぞれの苦しさがあって、でね、究極系はやっぱ生きるっていうことで、今ランさんが生きるか死ぬかっていうことに向き合ってるわけじゃん。でもそのなんていうのかな、大切に生きた方がいいね。俺はそう思った。大切に生きようって。結局ね、大事なものしか向こうに持ってけないから。でその大事だったものが何なのかっていうのはランさんが向こうに行った時に初めて気がつくと思うのね。なんか後悔がないように全部つながってるから。そしてあの全部覚えてるって言えばいいのかな、覚えているから、だからあの後悔のないように楽しく、コラボワークにしたら上がるんじゃない。いやコラボワークだろうがトッツだろうが変わんないでしょ、別にあのクルリさんがコラボワーク望むのであれば別にコラボワークにしてもいいけど、第5層が見えた時は世界観変わりました。世界観変わったっていうか、もうなんか今まで常識だと思っていたものが全部崩れましたね。第5層に入った時に全部変わりましたね。生き方が全部変わったね。変わりましたね。例えば一番、まあ神様いないと思ってたし、僕はそのもう自己実現っていうものを信じていたんですけど、完全に運命論者に変わったし、神様いるんじゃないかなっていうふうに、まあ、神様がいることについてはもうほぼ確信してますね。まあ天使とか精霊とか悪魔とか神様って言われてるものは確実にいるっていうのと、あと全ては決まっていることだっていう考え方に変わりましたね。キリスト教の教えは弱って誰かに救いを求めたくなった時に優しいと思う。神の前で両手ぶらりで哀れみたまえかな、主よって言える。全部偶像。猫間寝る？まだ？寝るとき一緒に寝よ。やだ。後悔はあんまりないですね。その時そうするしかなかったっていう感じかな。ただ反省はしてるかな。後悔はないですね。あの時ベストな、まあ常にベストな生き方をしてきたつもりなんで。ただまあ選択を間違えたかなっていう感じかな。アカシックレコード、ああそれすごいいい質問で、第5層に入った時に全部教えてくれるわけですよ。で第6層に入るとどうやらこの世界を書き換えることができるっていう。だから簡単に言うとブッダとキリストと会うことはできて、話を完璧に理解することはできたんだけど、ブッダとキリストには慣れてないんですよね。だから6層7層に入らないとやっぱりそこは実現不可能っていう風に思ってるかな。
やっとブッダとキリストを理解できたけど、ブッダとキリストには慣れてないって、そういう感じだね。あ、すごいね。第5層でブッダやキリストを初めて理解できるお話はとても貴重です。ああ図太そうそうかな、図太いのかな図太いかもしんない。こうや知ってますよ、何回もコラボしたんで。もちろん知ってますね。何層あるか図に書いて解説する枠っていうのも面白い。いや、第7層までですね。第1層から第7層まで。自分が把握してる限りでは、第1層から第7層ですね。図に書いて説明するようなもんでもないよ。7種類しかないわけだから。
ありがとう、ランさん、手持ち花火ありがとう。猫松さん寝てる。自分でどこまで行けたって分かるんですか？まあいろんな人と話をしてみてとか、フォーラムとか文献とか読んでを見て、おそらくここだろうなっていう、でこっから先は理解できないなとか、うん、それで判断、自己判断をしていたりとか、客観的な分析をしてもらったりとかしますね。ワド監督が感じた世界を分かりやすく説明するのも楽しい。まあすごくシンプルですよ。なんかキリスト教とか仏教とかはもう説明終わってる原理なんで、すごくシンプルっすね。世界がどうなってるのかっていうのは宗教家たちの解説が終わってるものなので、うん、だからまあまあこの人たち同じもん見てたんだなっていうのはよく理解できますね。たくさんいますね。たくさんいます。7層に行けた人たちはどういう人なんですか？いやだからブッダとかキリストとかその辺じゃないかな。あ、創始とかね。あ、どうやって帰ってきたんだろうっていう感じだよね。どうやって帰ってきたんだろうっていう意味がわからないね。ちょっとね、すげえなみたいなフィクションかどうかは卵味噌の生き方次第なんじゃないかな。ああそうだね、エルカンターレも何層にいるね。いや本当に大川隆法最近笑えなくなってきたね。最近ずっとネタだと思っててバカだなと思ったけど、だんだん本当にあの大川隆法笑えなくなってきたね。いやマジですげえかもしんねえと思ってきた、うん、いや本当にそれなんだよね。俺はね5層までしかまだ行ってないね。俺は6層に入れてないね、まだ。6層、7層に入りたいっていう感じかな。大川隆法。やばい、そうかな。分かる人に分かればいいんじゃない。分からない人には分からない。分かる人には分かるから。ありがとう。それわかんないな、ごめん忘れてるわそんなんあったっけお疲れ。エホバも幸福の科学も素晴らしいの。いや僕はなんかその一個疑問があるのが、なぜその仏教でいうとこの大乗とか宗教化するんだろうっていうか、そこがねまだ理解できてないですね。向こう側の世界を見たんだったらなんかそんな発想にならないはずなのに、なんでその人を導こうとするのかっていうのはまだ自分の範疇では理解できてないかな。
振り込め詐欺してないです。あー、パナウェーブ研究所わかんないな。スカラー派ね。お金なのかな、どうなんだろう。俺はお金でも全然稼いでないよ。あ、神戸大学の人なんだ、すごいね。パンダとライオン、パンダとライオン、どっちが好きか。パンダとライオン、あー、どっちが好きなんだろう。あんまり関心がないですね。パンダとライオンわかんないですね。どっちが好きか。どっちだろう。パンダとライオン？どちらか選べってことだよね。好きな方。いや、どっちにも関心がないですね。食振り禁止ではないですよ。別に特に関心ないですね、まだ終わってないね。まだ物が残ってる、ゴリラとチンパンジーだったら、いやー、どっちも選べないかな。よくわかんないですね。選べないですね。いや、選べないよ。だって知らないもん、パンダのこともライオンのことも。選べないっすね。よくわかんないっすね。選べない。猫まとのりこだったら猫ま。あー、いや、猫まとのりこか。どっちだろうな。猫まかな。猫まかな。猫ま。でもそれもどうかと思うんだよな。うん、黒黒と猫間は猫間、即答で猫間。いや、迷うよ。掃除で配信、いや、もうほとんど冷蔵庫としか残ってないね。こんばんは。ああ、どうもみーさん、いらっしゃい。かっこいいね、相変わらずサムネ。いい写真だね。過ごした時間に嘘をつきたくないって、別に僕は彼女が嫌いで別れたわけではないですからね。そこに自分の気持ちに嘘はつきたくないですね。のにこに何か悪いことをされた記憶が一個もないですからね。顔つき優しくなった。そう、ありがとう。嬉しいな、なんか。ありがとう。それぞれにいいところあるからでしょうね。っていうか、あんまり誰と誰とを比べるっていうのはあんまり好きじゃないですね。片方が傷つくだけですからね。比べられたら嫌じゃないですか。嫌でしょう。のりこが俺によくしてくれたことは事実だし、猫間が俺によくしてくれたことが事実だし、で、俺は猫間ちゃんとお付き合いするっていう風に決めたのも事実だし、全部事実だからね。でも多分一生忘れないと思うよ。のんちゃんが俺に言ったことは、最後の日に、猫間ちゃんは家族だからって、和道さんが選んだお嫁さんだから、大事にしてあげてって、もんちゃんは子供産めないからって、
猫まちゃんはお嫁さんだから子供産んであげてねって、あんなに優しい言葉自分だったら言えるかなって、感謝しかないね、優しいね、ありがとう、みーさん、花火ありがとう、ありがとう、ありがとうね、いや本当に愛されてたなって思うね、本当に愛されてたなって思うね、お母さん寝てる、ルーツはな、どういう顔なの、わかんない、連絡は取ってないっすね、別れてからは、動物のようかな、そうかな、何もやっちまってないよ、わかんない、知らない、いや猫間がお風呂入ってで寝るときに一緒に寝るって約束してるから、猫間がお風呂入って上がってくるのを待ってる感じ、家持ちだね、あーありがとう、ビンさん。ああ、そうなの？また明日、もしね、仕事終わって、暇だったら遊びに来て。ありがとう、ビンさん。ありがとう。タヌキって誰とかわかんないっすよ、僕は。僕は誰が書いてるかわかんないっすね。未来のことは何一つわからないっすね。僕は今を生きてるんで。今みんなと一緒に楽しかったらそれでいいかなって思ってますね。今楽しいように行きます。みんなで今を楽しもう。今が大事、すごく。もうすごく大事。たった一回しかないから。鼻にやってるのはノーズミントですね。和道さん、今は幸せですか？幸せ、幸せか、幸せだね。そうっすね、運命論者に変わりましたね、僕は。ありますね、僕は血液型 B 型ですね、そうかな、珍しいかな、何も別に普通のただの何でもない男だと思うけど
何者でもない人ですね。お金とは何ですか？いや、わかんないっす。交換券っていうか、便利なものって感じかな。あると物と交換してくれる便利な券って感じ。将来への不安は特にないですね。特にないです。ただの底辺だね、うん、この前どん底から花火飛んだ瞬間幸せになってたね。お金の亡者。お金は嫌いじゃないですね。お金大好きですね。花火大好きですね。喧嘩疲れるね。喧嘩は嫌だ。楽しく過ごしたい。この世界を変えたいと思ったことはありますか？今でも思ってますね、はい、今でも思ってます。それはもう33年間ずっと気持ちは変わらないですね。ただお金を一番大事にしてるかって言ったらそうでもないかな、うん、あんまり優先順位は高くないでしょ。お金が好きかどうかっていうよりも、まあね、嫌いではないし好きだよ。だけど一番ではないね。ああ、それは無理だろうね。お金とか物欲にまみれてブッダとキリストの領域に達せられるかっつったら、まあ難しいだろうね、うん、荷物あるね、まだ。僕から誰かになんか怒ることっていうのはないんじゃないかな。手持ち花火ありがとう。KP10 個当たったね。物欲は簡単なら肉体に過ぎないって本当ですか？物欲は、いや、それこそ生命に対する、なんだろう、こう、生存欲求じゃないかな。ラットの水着見たい。今度撮影、どんどんしていくよ、水着の。これは猫間が買ったやつだから、俺はいくらするか知らないね。知らないね。ありがとう、手持ち花火ありがとう。並び黒さんありがとう。ありがとう。写真ぜひいいねボタン押してください。いいねボタンとリツイートお願いします。押してくれるとめちゃくちゃ嬉しいです。よろしくです。ワドさんの写真もっと見たい。ありがとう。頑張るね。みんなありがとう。うん、みんなありがとう。ベイプはそうだね。
なんだっけな、ベイプ、あれを、あれと一緒だと思ってたんだよね。アイコスがすごい嫌いで、アイコスみたいなもんだと思ってたんだよね。それは申し訳ない。ベイプがね、そんなに嫌じゃないですね、僕は。プルームテックから入ったんだけどね。ネコマは車運転できるんじゃないかな、わかんないけど。ネコマは運転できる。アイコスのなんか、こう、芋っぽい匂いとか苦手っすね。お金で買えないものが価値のあるものだと思うかな。お金で 99% のものは買えると思うけど、本当に欲しいものってお金で買えないものでしょ。愛情とか友情とか恋人とか好きな人とかやりたいこととか、俺らが欲しいものはお金で買えないものっすね。あ、俺らがっていうか、俺が、僕、自分がかな。俺がいつも求めてるものはお金で買えないものかな。そう。でもお金はあったら便利だよね。あれいいでしょう、ニコさん。あれはね、誰が書いたかは言えないの。リスナーさんが書いてくれたとしか言えない。だ、そのリスナーさん、ロムセンさんだから。ごめんね。クリエイターをやってるロムセンさんが書いてくれてました。不法投棄ではないですよ。一番欲しいものなんだろう。一番欲しいもの、今関心があるのはやっぱり神様に会ってみたいっていう、ね、まだ引っ越し完了してないですよ。あれは敷地内だから、いやいや、そのさっきからくるりさん電話かけてきていいですよって言ってるんだけど、もういいらしいよ。質問があったり、宗教に関するディベートがしたかったら、お電話全然かけてきてくださいって言ったんだけど、向こう側にいるらしいね。全然くるりさんとお話してもいいですよ。俺には両親ないのか。そっか。パトラッシュに似てきてる。そうかな。パトさんに寄せてないよ俺。自然だけどな。メイクしてない、しない、すっぴんだよ。メイクなんかしないよ。なんで。自然かな。マイゲロっていうオカマのどかす配信者をいじめて泣かせた。
マリファナは、大麻は、大したことないかな。なんか、タイマーがなんか世界を変えるとか、なんかタイマーはすごい心理をなんかこう世界をな、よく分かんなかったっすね、手持ち花火ありがとう。ヌシファナかな、どうなんだろうね、泣くかもしれない、号泣するかもしれない、あんまりにもクルさんの話が、クルリさんの話が面白すぎて泣くかもしれないね。あ、もうぶ、映画の制作の機材に当てさせていただいてますね。あー、七原くんね、全然やらなくなっちゃったね。早く作りたいっすね。いつできるんだろうね。ブロックしてないよ。ブロックしてないよ。コメントかけてますよ、くるりさん。写真良くない？あんまり良くない写真。残念だな。ごめんね、13号さん。一生懸命作ったんだけど。アクティブ線だったっけ。手持ち花火ありがとう。並び黒さんありがとう。え、今日七原くん復活したのマジで言ってんの？ビッグニュースでしょ。マジで？いいんだけどね。あー、よかったよかった、立ち見すごかった、スーパースターだからね。まあ面白いね。七原くん好きだね。面白いね。プロだね。いやー、面白くないわけがないでしょ。めちゃめちゃ面白いでしょ、七原くん。好きだね。
ひげ剃らないとダメなんですか？上剃ってるけどね。猫マがツイートしてる？猫マがツイートしてる？何を？グラビアの右膝のリボンあたりマスクはうまく切れてなくて丸くいてる部分、マジで？右膝のリボンどこだろう？ちょっと見てみるね。リボンのあたり。ミスってるかな。後で確認するわ。ありがとう。どんなイベントがあるんですか。ああ、ちょっと待ってください。ですね。イベントは統合フェスって言って、イベンターの統合さんっていう方が。年に1回フェスをやるんですけれども、そのイベントに出ますね。で、AKB の、元 AKB で演歌合唱、岩崎さんとか、キレッキレの加藤さんとか、あと配信者がいろいろ出たり、みそのさんとか、佐藤珠緒さんとかが出ますね。あと、石川紀之さんとか、ファミコン芸人藤田さんとか、まあいろいろ出るんですけど、まあ、みそのさん、ファミコン芸人藤田さん、中村ピアノさんとか佐藤玉、俺佐藤玉さんとかみそのさんとちょっと共演できるのが楽しみかな。あとはまあ柴田が企画やるんですけど、統合フェスライブハウスプロレス、柴田に勝ったら100万円っていうことで、セクシー女優 VS 柴田ってあの柴田がライブハウスでプロレスやるっていうワンコーナーがあるんで、これも柴田さんとお会いできるの楽しみですね。まあこんな感じかな。はい、あのトークと音楽とトークの融合のイベントですね。はい、そこの配信者の男子の部っていうブースで出演させていただきますね。柴田さんとは面識ないですね。初めて会いますね。そうですね。結構有名な方も出演されますね。柴田さんと写真、OK が出たら撮りたいですね。柴田さんと楽屋とかで写真撮りたいですね。ゴスやってない、100円バサミで切ってますね。
ああ、並び黒さん、ありがとうね。なんか定期的にめちゃめちゃ嬉しいよ。ありがとう、手持ち花火。じゃあ、それじゃあ皆さんね、ありがとうございました。今日も4杯ぐらい飲んでいい感じに酔っ払ってるんで、そろそろ眠りにつきたいと思います。もし面白いなと思った人はフォローしていただけると嬉しいです。あとね、この前海に行った時のあのグラビアの写真あげたんで、アップロードしたんで、いいねボタンお願いします。こちらです。こちらのツイッター URL です。よろしくお願いします。おやすみなさい。また遊びに来てね、みんなね。おつおつ。で、じゃあ皆さんありがとうございました。告知なんですけれども、9月の8日に統合フェスというイベントで、写真の発売、物販の方で写真の発売とですね、今回作ったツイッターに上げてある写真も発売しますので、ぜひ買いに来ていただけたりすると嬉しいですね。あとイベントね、来ていただける方ね、ぜひイベントに来ていただけると嬉しいんで、そちらの方もよろしくお願いします。じゃあ皆さん、お疲れ様です。ありがとうございました。おやすみなさい。お疲れ様。